11月15日、宇多津町を障害者にとって住みやすくする活動第4弾が実施されました。この活動は宇多津町身体障害者協会が主催し、宇多津町社会福祉協議会と香川短期大学の協力のもと毎年行われています。今回は JR 宇多津駅周辺で障害を持つ方にとって利用しにくい箇所を調査しました。はじめに宇多津町身体障害者協会会長の相川三郎さんより挨拶がありました。もし気が付くようなことがあったら遠慮せんとして来ていただいてですね、でいろいろ検討していただいて改善していただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。続いて JR 宇多津駅駅長の丹波二郎さんより、駅員の立場から見て当たり前だと思うことが障害を持つ方から見ると当たり前ではないところがあると思います、今回の取り組みで出た意見を善処していきますと話がありました。挨拶が終わると調査が始まりました。今回は身体障害者協会の目が見えにくい人、耳が聞こえにくい人、車椅子や電動カーの利用者、そして実際に車椅子を利用して大学に通う学生が駅のホーム、階段、エレベーター、ロッカーなどを調査していきます。駅のホームでは障害を持つ方より混雑しているときに通りにくいといった意見がありました。なさいって言ってすると緊張者が行く。自動切符売り場の調査では目の見えにくい方用のボタンに点字がついていないことも分かりました。また駅周辺の道路や点字ブロックなどについての調査も実施されました。これ見ていただいぶ遠い。ここからどこまで道路、あ、道路だいぶというか、すぐもう後ろが道路に。駅はもう入り品に手すりがあって、ほんで音声があってな、音声案内、そうそう、音声案内があったらな、助かるわな。当事者と一緒に歩いてみて、やっぱり点字ブロックがないところとか、例えばタクシーまでの点字ブロックがないとか、コンビニまでの点字ブロックがないとかで、当事者の方はそれは歩けんって声を上げていたので、そういうところに気づけたのは良かったかなと思います。気づかないような小さな段差だったりとか、さっき外で落ち葉の上を走ってみたんですけど、タイヤがすごい滑ったりとかして、点字ブロックの上とかも全然タイヤが機能してないなっていうのに気づいてすごくびっくりしました。難しいとは思うんですけど、ちょっとでやったら自分でもう解除がなくても利用できたりとかできたら一番だとは思うんですけど、やっぱりお金的にも難しいと思うので、ちょっとでも負担が少なくなったら嬉しいなとは思います。やはり普段駅員として、車椅子の方の介助とかお手伝いとかやってる中で、やっぱり気がついてない部分が、若干ありまして、ハンドル車椅子のことも含めてすごく勉強になったと思ってます。本社の JR の本社の人間も6名ほど来ております。提言を受けた内容を本社の中に落とし込んでいって、改善できる部分は積極的に改善していきたいなというふうに考えております。今回の調査結果は宇多津町身体障害者協会によって年内に取りまとめられ、宇多津町と JR 四国に報告されることになっています。